はい、じゃあ今日は歌の練習ね。ああ、めんど。トイレでサボっとこうかな。おい、お前オンチなんやからほどほどにしとけよ。ああ、よし決めた。トイレでサボらんとしっかり歌ったるわ。やばいやばい。このままじゃマフェのオンチ爆裂する。ああ、じゃあさ、トイレで一緒にバウンティーしねえか。もう無理。オンチとか言われたからしっかり本気で歌うから。いや、あれや、間違えたんや。あれや、オンチなのはあいつやった。ごめんごめん。そうよな。確かにあいつはオンチのフォーやわ。そうよな。なんか言った。あ、てかさ、ハロウィン歌当たった？いや、ガシャ回したけど当たらんかった。まあでもあんなんなくても俺は強いから。出た！負け惜しみ！いや、きっしょ！てか、ハロウィン歌めっちゃ強いから、トイレで紹介したるわ。おお、それはいろいろ助かる。よし、じゃあ、こっそり。これ楽譜のプリントね。これが今日の楽譜？この楽譜は？いや、もういいやん。はよトイレ。そこ。授業中よ。静かにしなさい。ごめんなさい。はあ、まさやごめん。もうサボるの無理や。まさやいけるか？先生、やばい、まさやが。うるさいって言ってるでしょ？このババアめ。じゃあ、まさや、これ歌ってみて。オッケー。わかったよ。なんかいつもと違う？いや、どちらにしろ嫌な予感が。先生、代わりに僕が。信じないわ。この未来だ。全部変えてしまえば。やばいやばい。やばい未来。果てしないわ。なんで寝てるん？いや、お前が。おお、お前が起きてたか。あ、ちょうどいいわ。みんな寝てるし、ハロウィン歌の解説するで。マジかよ。はい、今回紹介するのはハッピーハロウィン歌。こいつは黒属性ゲッター、ヤー系のディフェンダーにチェンジできる強いキャラやから、しっかり聞いといてな。わかりました。まずはいつも通り弾けるから。スキル1はいたずらしてあげる。これはマジで最強で、めっちゃうざいスキル。なるほど。どんなスキルかというと、ハロウィンのカボチャお化けにいたずらされちゃうスキル。いや、ちゃんと教えて。はい、わかったよ。このスキルは、お宝エリアの中心の旗のとこにカボチャを設置する攻撃。で、お宝エリアがあるときと、お宝エリアがないときとで効果が変わるねんけど、まずお宝エリアがないときやねんけど、このときはこのスキル使ったらダメ。わかりました。お宝エリアがないときなんかバトル開始して10秒以内のことなわけやから、詰まるところバトル開始して普通スキル1を使うなってことな。了解です。で、お宝エリアがあるとき、まあつまりこのスキル1の効果やねんけど、このときは自分が一番近いお宝エリアを中心とした一定範囲内の敵に割合ダメージを与えて吹っ飛ばす。そして自分から一番近いお宝エリアに敵の攻撃と移動を遮断するシールドを出現させるねん。いや、めっちゃ強っ。そう、これ何が強いかって、自分から一番近いお宝エリアなわけやから、つまり自分のお宝エリアでも相手のお宝エリアでもいいってことな。うわ、そうか。ってことは、そう、旗を取りたい時も旗を守りたい時もこのスキルは使えるってことや。なんか強すぎへん？で、このシールドは一定ダメージを受けるか一定時間経過すると消失するっていう普通のシールドやねんけど、ただシールドの体力が最大が HP の 150% あるし、効果時間は15秒あるから、マジで強いカボチャやねんな。鉄壁のカボチャやな。じゃあ続いてスキル2やけど、スキル2はトリックオアトリート。これはお菓子配り。いや、真面目に説明して。ごめんごめん。このスキルは長押しスキルやねんけど、まずはじめに中距離にいる敵に割合ダメージを与えて、一定確率で歌うた状態を付与するねんな。出た、歌うた状態。あ、歌うた状態ってのは行動不能になる状態以上な。まあ気絶とか振動、感電と同じって考えたらいいわ。覚えときます。で、スキルボタンを押している間は移動できるねんけど、この時近距離にいる敵に割合ダメージを与えるねん。で、さらに一定時間経過するごとに近距離にお菓子を出現させるねん。え、は、お菓子？そう、お菓子。で、このお菓子に自分を含む味方が触れると体力が回復するねん。マジでお菓子配りやん。じゃあ続いてキャラ特性、特性1、2の説明やけど、その前
前にこいつはゲッターとディフェンダーにスタイルチェンジできるからゲッター特性とディフェンダー特性ってのを持ってるねんな。だからまずそっちから説明していくわ。もう全部聞いときます。じゃあゲッター特性やけど、これは2つ。1つ目、自分のお宝をダッシュした時にスタイルがディフェンダーに変化する。パーツスキル2のクルタイも 30% 短縮する。2つ目、体力が 70% 以上の時敵を無視してお宝をダッシュできる。パーツダッシュ速度が 50% 増加する。敵無視ダッシュに速度 50% 増加をせこない。続いてディフェンダー特性やけど、これも2つ。1つ目、スキル2を使った時スタイルがゲッターに変化する。パーツスキル1のクルタイも 30% 短縮する。2つ目、体力が 70% 以上の時お宝ゲージの上限を 50% 超過して回復する。パーツ敵を無視してお宝ゲージを回復できる。いや、敵無視お宝 150% 回復はもう超フェスやん。ってことで、今からキャラ特性特定1の説明やけど、これはゲッターの時もディフェンダーの時も共通やからしっかり覚えておいてな。現時点でかなり強い気が。じゃあまずキャラ特性やけど、これは4つ。1つ目、睡眠状態の無効化。2つ目、出撃時に防御シールドの獲得。3つ目、自分が別のプレーンに変化した時防御シールドの耐久値を 100% 回復、防御力が10秒間 50% 増加。4つ目、スキルに発動から一定時間よろけずダウンせず吹っ飛ばされる。そうして、敵がされてる状態以上解除し、敵が増やされる状態以上無効化する。この4つな。いや、強すぎー。じゃあ特性1に行くで。マジで運営さんやりすぎじゃない。まずこのキャラがお宝エリアにいるときは受けるダメージが 30% 減少し、よろけず吹っ飛ばされへんねんな。まあ最近のキャラって感じやな。で、このキャラがお宝エリアに敵に攻撃したときはスキル1のクルタイも 3% 短縮するねんな。まあまあ最近のキャラって感じやな。あ、ちなみにディフェンダーに攻撃したときは体力が 3% 回復するし、敵の攻撃力が10秒間 30% 減少するから、うん、まあこんな強くないかな。でから、いや、ちょっと待って。今思ったらこいつカボチャ持ってるやん。いや、カボチャは持ってないけど。そうか、カボチャと組み合わせたら今の特性、つまりお宝エリアでの立ち回りが超有利になるってことか。いや、めちゃめちゃ強いやんけ。何一人で盛り上がってんねん。まあでもその通りやし、この短時間でフル引き付けたのはすごいわ。今言ったカボチャとの組み合わせで有利に立ち回れるってことは後で説明しようと思ってたんやけど、手間が省けたわ。ありがとう。どういたしまして。あー、でもあと一つだけ特性があるねんけど。いや、もう強いやつはないやろ。まあこのキャラが特に特性の敵に攻撃した時に自分から付与される一定時間対象強化する状態以上解除するっていう特性やわ。はいはい、それね。ってことで、何やこの特性って。つまりハロウィンウータの属性は黒やから。つまり特異属性は白。つまり一定時間対象強化する状態以上解除するの対象になるのは、つまりカブファリシャンクスってことか。つまりうるさいな。まあそうやで。だからカブファリシャンクスは余裕ってことな。もういけってことで、説明はおしまい。まあいつも通り簡単にまとめるな。よろしくお願いします。まず今回の歌はゲッターとディフェンダーにスタイルチェンジできるわけやから、使い分けを意識することな。はい。スキル2を使えばゲッターに、お宝をダッシュすればディフェンダーに。これは絶対覚えとくようにな。もちろんです。で、勝利の鍵となるのがスキル1のカボチャ。これをどのタイミングで使うのかがめっちゃ大事なわけやけど、それと同時にこのカボチャは自分から一番近いお宝エリアに設置されるわけやから、このスキルを使う場所を意識するように。中途半端な場所で使って、置きたい場所と違う場所にカボチャ置いちゃったとかならんようにな。確かに気をつけよう。で、このカボチャをしっかり利用して立ち回るように。まあ簡単に言うと、カボチャに隠れながらバトルしたらいいってことな。バボンティーラッシュってことか。ああ、あと白シャンクスを見かけたら攻撃しに行くように。倒しに行くんじゃないで。まあできるなら倒したらいいねんけど、とりあえず攻撃して白シャンの赤髪の覇気を解除するようにってことな。そうすると味方も戦いやすくなるからな。なるほど、チームプレイやな。ああ、ハロウィン歌強すぎやろ。もう超フェスやんけこいつ。まあ超フェスレベルかもな。でも黒属性っていう弱点があるから、赤、青、緑属性で戦えば案外いけたりするで。ほら君たち、みんなに何したの。いや、僕は何も。先生、僕は関係ないですから。とりあえず二人とも廊下立っときなさい。はーい。いや、俺も一緒にゲームしてたでしょ。そんな。
む？おい、お前ら何や、立たされてるんか？何したんや？お、監督、いや、ちょっとだけ喋っちゃってて。そうそう、ちょっとだけ喋ってただけで。そんなか？え、かそこ、プリント落ちてるぞ。え？あれ、お前や。おい、ちょっと待て。何のプリント？てか、お前らちょっと歌ってみろよ。練習してるんやろ？いや、こんかは？ここ廊下なんでボーンとかないし、歌うのはちょっとくらいいけるやろ。ほら、マサヤから歌ってみろよ。いや、監督、実は大丈夫だよ。みんなやっと会えたね。マサヤだよ。はぁ、ちょっとトイレ。ちょっと待ってよ。みんなから歌うっていうのにどこ行くの？いや、ちょっとトイレに。わかった、バウンティー負けたからこっそり練習しに行くんでしょ。いや、違うし、別に次は勝てるから。出た、負け惜しみ。あかん、基礎すぎる。おい、お前ほんまにマサヤか？なんかいつもと。私はベンチ海賊団の音楽家マサヤ。みんなが自由になれる新時代を歌で作るベンチよ。どんなベンチやねん。あかん、絶対やばい、早トイレ行こう。私の歌があればみんなが平和で幸せになれる。はぁ、頭いかれてんか？歌でみんなを幸せにするな。そうかそうか、もういいわ、とりあえず歌ってみろよ。信じたいわ、この未来だ。ということで、ハロウィン歌使っていこうと思います。相手が白シャン、緑ロジャー、ニカ黒歌ということでね、とりあえずこいつはディフェンダーになれるキャラなんで、手っ取り早くディフェンダーになってしまいて、本当は新地点を取りたいところだったが、まあ、ちょっと様子見の A 行ってみようかな。ちょっと状況は悪いけど。OK。このまま A 地点行ってみましょう。ニカがおるんですけど。オッケー、ニカに当てといて、とりあえずカボチャ召喚して、オッケー、カボチャに隠れながら引っこ抜く。多分バジュラングガンをね、ぼちぼち撃ってくると思うんで、バジュラングガンでニカが消えた瞬間に、オッケー、ちょ、バジュラングガン撃ってこいね。オッケー、これでスキル1溜まるんで、スキル1ピョンと出してあげて、はい、これでカボチャに隠れながらね、カボチャに隠れながら、ちょっと感電をちょっと、それ感知やからかも。カボチャに隠れながらスキル1を追っていく。ちなみに僕ここね、メダルね、危ない危ないって言って、当たってもた。メリーゴーみたいなやつつけてるんで、通常攻撃を当てたらスキル1短縮みたいなのつけてますと。で、ちょっと死にそうなんで、ここで一回これ回復出して、自分の中で。お菓子配りのこのお菓子を出していく。オッケー。で、またこれカボチャやって、オッケー。やばい、感じてこれ。と、まあ、ディフェンダーでの立ち回りはあんな感じですと。あのやり方をすることで、今日バトルスコアがめっちゃ溜まるんでね、基本的にやっぱディフェンダーモードになってカボチャに隠れながら戦うっていうのはすごくね、このキャラは戦いやすくて、すごくバトルに有利に、運んでいけるんじゃないかなというふうに感じてますけれども、こいつ自体が黒属性ってこともあるから、やっぱり赤、青、緑属性にはちょっとやられやすいんで、そこはね、ちょっと注意しながらやっていった方がいいなっていうふうに。で、こう、はいはい、取られちゃったね。オッケーオッケーオッケー。取られる前にこれなんとかこれでとりあえず味方にね、お菓子配ってあげて、味方が食べてもこれいけるんで、オッケーオッケーオッケー、ちょっとオッケーオッケー。で、ここちょっとね、ゲッターモードになっちゃってるけど、あっちは任せていけるんで、取り、あ、オッケーオッケー、こっち行こうこっち行こう。で、これ取るときも、これやってから取るように、ほんなら確実に取れるんで、ここでまたディフェンダーモードに変わって、ここでも一回ね、立ち回り的にはやっぱりね、守り続けることが大事。基本的にちょこまか動くっていうよりかは、ここで守って、戦っていく。で、これ。で、こうやって来たらこう。はいはい。覇気剥がしてあげて、覇気こう剥がしてあげて、はい。オッケーオッケー。で、これでまたカボチャで隠れていく。オッケーオッケーオッケー。こんな感じやね。白シャンクスとかはね、遠くに余裕。だからまあ、こう、もう積極的にね、戦っていくように。はいはいはい。はい、オッケーオッケー。こんな感じね。で、ちょっと上はまあいけるの。まあ、セラフィムとかはね、基本戦わない方がいいです。どっちかっていうと。負けるかな、やっぱり。まあ、あれがね、白属性とかやったら全然いけるけど、だから白ひげとかやったら全然大丈夫やけど、
っていう感じかな。で、とりあえずこれちょっと見ながらね、上の様子見ながら多分降りてくると思うんで。あ、食らっちゃった。ほらね、こうなるんよ、こうなるんよ。今のは多分ね、あの、相手の黒豚のカボチャでシールドが外れてて、セラフィムのメロメロメロで魅了石化状態になって一気にダメージ食らってやられちゃうっていう。もう油断やね、だから言ってしまえば。だからね、怖いなーって思う人は常にカボチャ張って、その、カボチャを使うタイミングを見極めるのが大事なんやけど、怖いなーって思う人は常にカボチャ張ってて、そのカボチャの中に居続けたらいいと思う。まあ、それでもカボチャの耐久時間がね、15秒とかやから、そこがちょっと心配になる部分はあるけど、まあ、こういう状況になったらもうね、自分で行くしかないんで、味方にジャブラいてくれてるんで、とりあえずこうカボチャ張って、で、このカボチャの中で取っていく。クロロジャーやったら全然耐えれるから大丈夫。これ問題、セラフィムが来たらだるいから。オッケーオッケー。車に取ってしまって、とりあえずこれジャフト回避入りたい。無理か。これ歌もうどうこう。オッケーオッケー。これで剥がしていく、剥がしていく、剥がしていく。ぐるぐる回るよ。オッケー。取られちゃったけど、これでもう一回ここで、もう一回握る、もう一回握る。こんな感じで、こんな感じで。セラフィムに気づかれへんうちに、よしよしよし。で、これでセラフィムにタゲ取っといて、通常攻撃しっかり当てていく。通常攻撃とりあえず当てていく。オッケー、ジャフト回避入ったね。オッケー。で、これ溜まったらもうすぐ使って、すぐ使って。はい。